共和制宣言を行うシャイデマン。ミュンヘン一気に参加するナチストーイン。暴動で破壊されたユダヤ人商店のショーウィンドウのガラス。1938年11月10日撮影。旅行許可に関する出国規制緩和を発表するシャボースキー。運命の日はドイツの歴史、特に20世紀の歴史において、 重要な事件がしばしば11月9日に起きたことを踏まえてこの日を指す表現。ドイツの各州文部大臣会議は各学校におけるこの日に焦点を当てた取り組みを奨励しており歴史教育の教材として取り上げられることがある。運命の日という表現が用いられる際にほぼ必然的に言及される事件としては以下のようなものがある。以上のうち ナチスが絡むミュンヘン一期と水晶の夜は、ドイツ革命の記念日に意図的に合わせたものとも考えられている。運命の日という表現と共に言及されることがある19世紀以前の事件としては以下のようなものがある。上記以外に運命の日という表現と共に言及されることがある20世紀の事件としては以下のようなものがある。 ドイツの歴史家ブルクハルト・アスムスは、ナポレオン・ボナパルトによるブルメールのクーデターも、ロシアの10月革命において、ウラジー・メル・レーニンを議長に、人民委員会議を設立したのも、グレゴリオ歴では11月9日に当たるとした上で、ナチス関係の事件が、ドイツ革命の記念日、それを意識したミュンヘン一期の記念日に絡んで生じたものと考えられることを指摘し、 運命を強調することへの会議を述べている。ありがとうございます。